オスオス、いつもご視聴ありがとうございます。炭酸のお兄ちゃんです。本日は第2回目かな？まあ、とりあえず新しくコラボが決定しました。はい、その方は、レイ太郎さん。よろしくお願いします。レイ太郎の支援部屋と申します。はい、よろしくお願いいたします。まあ、軽くなんかこう自己紹介みたいな感じで、していただければな。どういうチャンネルなのかなっていうのを自己紹介よろしくお願いいたします。レイ太郎の支援部屋というチャンネルで動画を投稿しているレイ太郎と申します。漫画が大好きで、現在は4000冊ぐらい漫画を持っていて、主に購入した漫画だったり、おすすめの漫画だったりを紹介しています。はい、ということでね、まあ、今回は漫画という、まあ、テーマでレイ太郎さんにね、まあ、ちょっと気になったことを、まあ、質問方式で、まあ、対談みたいな感じで、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまず早速なんですけど、4000冊ですか？すごいっすね。いやいや、まだまだ4000冊はもうちょっと。いや、もう。少ないなと。だってすごいっすよね。なんか年間700冊買ってる。はい、でしたっけ？なんか部屋がちょっと大変なことになりそうなイメージしかないんですけど。そうですね。最近毎月漫画を購入していて、本棚に新刊を詰めていくスペースが足りなくて、去年だけで漫画が150冊入る本棚を10個ぐらい買ったんですけど、それも全部いっぱいになってしまって、今追加で同じ本棚を5個購入したんですけども、そろそろ実質に本棚が入らなくなってきて焦っています。すごいっすよね。だってなんか俺も、まあ、漫画はどっちかというと紙が好きなので紙で買いたいんですけど、まあ、どうしてもあのスペースに困ってしまうんですよね。部屋もそんなに大きくないから、あの、レイ太郎さんの部屋は、なんて言うんでしたっけ？日本でその大きさのやつ。何畳とかですか？そう、何畳とか何坪だっけ？何畳ない。そう、そんな感じで言うと、どれぐらいのスペースがあるのかっていうのは。はい、そうですね。畳8畳の部屋なんですけど、はい、まあ、2畳分ぐらいは、ちょっとベッドで占領しているので、残り6畳に本棚を敷き詰めているっていう感じになりますね。あ、じゃあもう本棚がもう基本的にその8畳を埋め尽くしてるっていう感じですよね。そうですね。もう歩くところもほぼほぼないみたいな感じになってますね。いや、それすごいよな。ってことで、まあ、漫画にハマったきっかけとかっていうのは、どういう感じにハマったのかな。そうですね。小学生の頃に学童保育に通っていたんですけど、夏休みとかの長期期間中は、漫画を1日5冊まで持ってきていいよっていう制度みたいなのがあって、友達との漫画の貸し借りとかをしていたのが漫画を好きになる始まりでしたね。その、なんだっけ、学童保育っていうのは、ちょっとごめんなさい、俺わかんないんですけど、どういうことですか？保護者が働いている子供とかは、日中面倒を見てくれる保護者がいなくなってしまうので、その時に、そういう学童保育っていうところに預けて、まあ、朝から夕方ぐらいまで面倒を見てもらえるっていう施設になりますね。あ、なるほどですね。まあ、その、小学校の後に、はい、まあ、ちょっとその、まだ親がいないから、預かっといて、みたいな場所か。はい、そうです、そうです。あ、なるほど。あ、それいいっすね。そういうところで、こう、また違う友達とかができそうだし、はい、まあ、現にね、この漫画の貸し借りで、ね、ハマっていったということで。そうなんですよ。もう年代も、やっぱり小学校1年生から6年生までいるんで、ああ、なるほど。年代の方とも仲良くなれて、なおかついろんな年代の方の好きな漫画とかを貸し借りし合えるので、もう幅広いジャンルが。あ、そうです、そうです。なるほど。それいいっすね。なんか、俺も、その、共働きだったんですけど、俺の場合は、もう普通に家でお留守番状態で、なんか、TSUTAYAから借りてきた、ま、映画とかアニメとか見てたので、まあ、その影響もやっぱ大きかったんですけど、今の趣味につながるんですけど。たまに映画のレビューというか感想とかもツイッターとかで上げられてますもんね。そうですね。基本なんか土日は映画の日みたいな感じにしてて。めっちゃいいですね。そうなんですよ。なんか、たまにはちょっと違う畑に行きたいっていう、なんか勝負なんですよね。なんかずっと同じものはできない。すごいね、集中力がね、低いんですよ、俺。そう、だから漫画もね、読むのちょっと遅くて、はい、あの、文字数が多いやつ、正直ちょっと苦手なんですよね。デスノートとか、今のハンターハンターとか。あ、そう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 。今のハンターハンターはもうマジで、もうなんか、文字数の限界を挑戦してんじゃないかってぐらい。まあ、それでも好きだから読んじゃうんですけどね。
当時ちょっと軽いラノベみたいな感じ、ね、そう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 、そんな感じですよね。そこまでね、書くみたいな。まあでもやっぱ面白いんだよな。なんだろうね、本当に。なぜかページをめくる手が止まらないですよね。そう。まあ、ただクタクタになってしまうんですよね、俺。一話読むのに何分もかかってしまうみたいな。そうそう。あ、レイタロさんはちなみに、まあ、漫画のね、あれの文字数っていうか、まあ、あれにもよるんですけど、基本的には何分とか、まあ、何時間ぐらいかけて、はい、まあ、一冊読むって感じですかね。そうですね。僕もどちらかというと読むのが遅い方なので。あ、本当ですか。そうなんですよ。なので、だいたい一冊20分から文字数の多いものだったら40分とかぐらいかかりますね。ああ、でも、あ、じゃあ、そんなにまで、バーって一気に読むんじゃなくて、まあ、ちょっとじっくり見るみたいな。そうですね。土日とかに、まあ、一日休みがあったら、10冊からもうちょっとぐらい読めるかなぐらいしか読めないですね。ああ、でもすごいな、10冊。でも本当になんかこう、はい、漫画を一日読んで生活みたいな。そうです。ちょっと優雅にコーヒーを片手に一日中漫画を読むみたいな。すごいですね。というか、はい。いいっすね、それ。まあさっきも出てきたんですけど、まあ本用の棚ってまあどこで買ってます？俺もちょっとね、欲しいなって今、実は思ってて。本棚を買っているのは、Amazon のサイトで、アイリス大山の3段用の本棚を購入していますね。ああ、なるほど。値段も2000円しなくて安い。え、2000円しないんですか？そうなんです。1個1600円とか、それぐらいで買えますね。マジっすか？そんな安いんだ。はい、しかも、組み立てもしやすくて、僕も過去の動画でちょっとどれぐらいで組み立ててるのかやってるんですけど。ああ、ちょっと見てみます。あ、ぜひお願いします。はい、1分ぐらいで組み立てれるので。あ、本当ですか。うわ、いいな、それ。おすすめですね。漫画を、前と後ろに前後で置けるので、それもスペースの確保としてすごい役立ってますね。いやー、でも組み当たって安いのもいいし、まず値段にびっくりしました。正直俺そんな安いんだと思って。個性もいっぱい買えますし、はいはい、ちょっと連結の金具を別で購入すれば上下にも重ねることができるんで、4000円ぐらいで6段本棚を購入できるっていう感じになりますね。ああ、そう考えるとコスパいいな。そうなんですよ。いいっすね。あとですね、まあ現在その、まあドハマりしてる漫画とか、はい、まあなんか複数何でもいいんですけど、現状すごく熱いなっていう漫画、はい、あったら教えていただきたいんですけど。そうですね、今すごくハマっているのが変な家っていう漫画なんですけども、ご存知ですか？いや、ごめんなさい、聞いたことないですね。これが6月に発売したばっかりの漫画なんですけど、はいはい、原作者さんがうけつさんっていうウェブライター兼 YouTuber の方が原作の漫画なんですけど。え、 YouTuber さんの漫画？あ、そうなんですよ。この方、すごく人気で、原作の方の変な家っていう小説なんですけど、これももう40万部か60万部突破しているぐらい人気な作品で。一体どういう物語なんですか？なんか、まあ、変な家っていうワードだけだと、なんかホラーなのか、まあ、それともちょっとこう、はい、ギャグチックな感じなのかなっていうイメージしかないんですけど。ジャンルで言うとホラー系の漫画になりますね。やっぱホラー系か。そうなんです。なんか知人からこの家を購入しようと思うんだけど、ちょっと間取りが変だから見てほしいっていう風に依頼が来て、2階建ての家なんですけど、その間取りを見た時に何か不思議な空間があるなっていうのをまず発見して、そこから建築士さんで結構ホラーとかが好きな方がいらっしゃるんですけど、その方にもこの間取り、ここ気になるんですけど、何か分かることないですかって聞いたら、どんどんその家の闇というか、どういうことが行われていたかっていうのが明らかになってくるっていう感じのホラー漫画ですね。でもまだ、1巻が出てない。なるほど。まだ1巻しか出てないんですけど、もう面白すぎて、続きが気になりすぎて、原作も購入してしまいました。もともとは小説だったってこと感じかな？その小説原作。そうですね。もともとが小説で、その小説の第1章を、先ほどのうけつさんっていう方が YouTube で動画を投稿されていて、動画でちょっと触りも見れるっていう感じになってますね。ああ、なるほど。どっかでお試し読みできますかね。そうですね。調べたら1話無料で試し読みができると思います。ですよね。あ、ちょっとチェックしてみますね。はい、ホラーはあんまりちょっと見ないので、どんな感じかなっていうのはちょっと気になってますね。はい、いわゆるホラーですごいびっくりさせるっていうよりも、なんか背後に忍び寄ってくる、ゾゾッとするような怖さがありますね。なるほど。なんかその、まあ、グロとか、
ドッキリじゃなくて、そのじわじわ来る感じのってことですね。そうですね、常に不気味な感じがつきまとってくるっていう感じですね。これをこうね、やっぱ、はい、漫画で表現する、どういう絵なのかも、まあちょっとまだね、想像できないので、はい、その、まあ絵が、まあ、好みもありますけどね、その、どういう感じでね、作画は、その、やっぱ別ですよね。その、ケツさん自身が描いてるわけじゃないもんね。そうですね、また別の方が作画を担当されていて、それのイラストとかも癖がなくて、すごい読みやすい絵をしているなって思いましたね。ちょっとチェックしてみます。はい、ぜひお願いします。はい、他にはありますか？そうですね、今アニメ化も決まってすごい盛り上がってると思うんですけども、メダリストフィギュアスケートの漫画ですね。あ、これは俺も聞いたことありますね。まあそのアニメ化決定しましたっていうのもあるし、なんか漫画でも次に来る大賞にも選ばれてましたっけ？確か。そうですね、選ばれてました。あ、じゃあもう順調にアニメ化まで行った感じなんだね。そうですね、結構フィギュアスケートっていうなんか名前は知ってるけど競技については深く知らないっていうニッチなジャンルだと思うんですけど。確かに全然わかんない。イナバウアとかそれぐらいしかちょっとわかんない。そうですよね、だから僕も最初はちょっと敬遠していたんですけど、読んでみるとなんて言うんですかね、登場人物のキャラにすごい感情移入できるというか、もう応援したくなる気持ちでどんどん読む手が止まらなくなりましたね。なるほど、つまり、まあ、天才型じゃなくてちょっとこう、まあ、努力して伸びていく感じかな。その感情移入ができるっていうとこっちではない、どっちかというとなんか天才的なと、あ、でもそうですね、努力をしていて実力を持っているけど、はい、ちょっと家庭環境の都合でフィギュアスケートがしたいとは大きな声で言えなくて、ちょっと隠れて練習していたっていう子にスポットライトが当てられてっていう感じですね。あ、なるほどね。そのバックボーンがあれか、はい、ちょっと重い感じのあれか。そうなんですよ、もうこの子は何もできないからっていうことでずっと保護者がつきっきりだったり、小学校の女の子がメインの話なんですけど。はいはいはい、そうですね、表紙がなんか幼い少女でした。あ、そうですそうです、いのりちゃんっていう子が主人公なんですけど。はいはい、学校でもその友達からあの子は何もできないから一緒に班を組みたくないって言って、結構まあいじめではないですけど孤独を感じていた女の子がフィギュアスケートにだけはずっと憧れていて、陰でずっと練習をしていたんですけど、親がやっぱりこの子何もできないから、あなたなんかフィギュアスケートできるわけないって言ってさせてもらえないから、隠れて練習していたところを、まあ、コーチの方に発見していただいて、そこからやっとちゃんとフィギュアスケートができるっていう物語になりますね。なるほどですね。ああ、そっか。他の人たちの、まあ、圧力というか抑え込まれてたんだ。実力は、まあなんだろう、そうだね。まあその憧れて、まあ練習して、はい、その光るものをね、コーチでしたっけ？コーチ。そうです、コーチですね。コーチに、まあその、はい、見つけられてっていう感じか。あ、いいっすね。はい、確かになんか、ストーリーがすごいなんか、引き込まれそうですね。そうなんです。もう一巻読んでしまったら、もうあとは沼にはまっていくだけだと思いますね。いや、もうアニメ化ということで、まあでも、まだいつやるかっていうのは決まってなかった。でしたっけ？そうですね、まだいつ放送開始とかは決まってなかったですね。あれ、会社も決まってないんでしたっけ？会社はすみません、ちょっと調べられてないですね。そう、会社によってはすごくなんかめっちゃバズりそうだなって思って。そうです、人気なところとかだったら。そうそうそう、なんか聞いてる感じすごく面白そうだから、会社さえガチャ間違えなければ結構そうそう、会社ガチャありますから。いやー、ぜひともね、当たってほしい。メダリストもいいですね、はい、今ちなみに現在何巻出てます？今確か7巻か8巻ぐらいまで出てましたね。あー、もうアニメ化早いっすね。めちゃくちゃ早いですね。めちゃくちゃ早い、7巻でアニメ化は早いっすね。あー、やっぱりフィギュアスケートっていう動きのある漫画なんで、それがアニメ化になるっていうのがもうめちゃくちゃ楽しみですね。確かにフィギュアスケートアニメ、確かに前に1個あったと思うんだけど見たことなくて、やっぱフィギュアスケートかと思ってちょっと見てないんですけど、それも結構なんかちょっと話題になった感じなんですけど、そっちって知ってます？いや、初めて聞きましたね。なんか、ユーリなんとかっていう、ごめんなさい、俺もちょっと見てないのでわかんないですけど、はい、まあ、スケートのイメージはそれしかなくて、アニメのね。それでまたこう、はい、まあ、メダリストっていうことだから、はい、多分あれですよね、メダリストを目指すんですよね、そのタイトル通りなんですけど。あ、そうですね、フィギュアスケートを始めて一番最初に出会ったフィギュアスケート仲間の子がもうめちゃくちゃすごい小学生の中でトップクラスで上手い女の子だったんですけど、その子と同じステージというか同じ舞台でフィギュアスケートの大会に出て勝負をしたいっていうところから
始まるって感じですね。わあ、熱いですね。ちゃんとなんかライバルの子もいてね。はい、そうなんですよ。切磋琢磨する感じがいいっすね。そうなんですよ。もう最初はそのライバルの子の足元にもいのりちゃんは及ばないんですけど、はいはい、そこからなんかフィギュアスケートも出場する大会のレベルによってなんか資格のバッジがいるんですけど、え、あ、その階級みたいなのがあるんだ。あ、そうなんですよ。年齢ごとにも分けられてるんですけど、知らなかった。空手とかみたいになんか黒帯とか白帯とかなんかそういう1級2級っていうバッジがあって、あるんだ。そのバッジでがどんどん上がっていかないとその子と同じステージに立てないっていうところがある。あ、じゃあもうなんかいきなりこの子とまあ同じぐらいの年齢だから同じに 大会に出れますよってわけじゃないんだね。ちゃんと経験を積んでいかないといけないんだ。そうなんですよ。でそこでまた新たに出会うライバルと絆が深まっていくっていうところもめちゃくちゃ熱いですね。いやー、あ、じゃあもう熱いとこは熱いんですね。そのシリアスなとこはシリアスで王道かつ熱いところも大変ある漫画だなって感じで。そうなんです。もうめちゃくちゃ読み応えのある漫画ですね。いや、素晴らしいですね。ちなみにあのレイ太郎さんはその、ま、ジャンル的で言うと一番何が好きですかね。はい、そうですね、最近は頭脳戦系の漫画とかが好きですね。ノー系、はい、例えば友達ゲームだったり悪魔ゲームっていうような頭脳バトルをする漫画が好きで、はいはい、最近だったらあとは経済学を使った鴨のネギには毒があるとか、あとは恋愛心理学を使った恋愛代行っていう漫画なんかも好きですね。あ、友達ゲームはねアニメ見たことありますね。あ、ありますか。そうそうそう、すごいなんかあのまあシリアスが好きなので結構ハマったんですけど、はい、そのなんだ騙し合いみたいな感じで。あ、そうですね、結構主人公の生い立ちとかもシリアスな感じで友達とギスギスしてみたいな。そうそう、友達関係をちょっとぶっ壊していくみたいな、まあ、試されるみたいなね。そうですね、どこまで友達を信用できるかみたいな。あれもねちょっとねぜひ続きやってほしいんですよね。なんかちょっとすごい中途半端なところでやっぱ終わってしまったので、もうあの先からがさらに面白いです。あ、そうそう、それ聞いてるんですよね。なんか続きやってほしいなと思ってるんですけど、まあ、漫画って今何巻ぐらい出てますか。はい、今確か21とか22ぐらいまで出てたと思います。うわ、すっげーすげー出てますね。結構じゃあアニメ化遅かったんだ。そうなんです、そのアニメ化の前に実写ドラマとかもあったんですけど、あー、まあ確かに実写それがなんか全てこけたみたいな感じになっていて、 そこからの数年空いてアニメ化みたいな感じでしたね。あ、そっか、まあ確かに実写向きの内容だよね。でなんかデスゲームみたいな感じでね、はい、そうなんですよ。そっか、こけちゃったのか。こけちゃってましたね。まあ結構ねハードだからそこら辺をねなんかうまくできなかったのかなって。まあわかんない、見たことないんでわかんないですけど悪魔ゲームはじゃあ似たような感じですかね、はい、友達ゲーム。そう、悪魔ゲームは悪魔の能力を使って頭脳バトルをするみたいな感じですね。めっちゃ好きなタイプだ。本当ですか。その、はい、自分につく悪魔によっても能力が違ったりして。またそういうの好き。本当能力バトルも好きなんですよ、はい、あ、本当ですか。はい、 いや、いいっすね。そこで毎回対戦する相手によってやるゲームとかが違って。ちなみにどういうゲームがありますか。そうですね、思い出します。あ、いやいや、全然ゆっくり、どうぞどうぞ。なんかねそのイメージで言うと、まあ悪魔だから、まあ、どうなんだろう、わかんないけど、まあ、ゲームってつくからには、まあ、単純に殴り合いじゃなくてその、まあ、なんかポーカーみたいなとか。そうですね、そんな感じです。部屋の中にあのお宝を隠してそれをどっちが先に見つけるかとかっていうのもありましたね。へえ、面白そう。それは何だろう、あの、はい、時代背景的に言うと、まあ、現代ものですかね。そうですね、現代ものですね。主人公がすごい大きい会社の息子なんですけど、はいはい、社長ボンボン。あ、そうです、社長ボンボンで、社長ボンボン。その社長が幼い頃に殺されてしまったっていう経験を持っていて、あら、今はその主人公が会社を経営しているんですけど、マジですか。この、はい、悪魔ゲームに参加することによって実は、あ、そこからあの父親の死の真相と関わってるっていうことを知っていくんですよ。なるほど、父親も悪魔ゲームに、はい、まあ、参加し関わっていたっていう感じですかね、はい、その主人公はじゃあ学生じゃないんだ。あ、一応高校生ですね。あ、高校生か。はい、なんでめちゃくちゃ若い社長で頭脳明晰のイケメンでみたいな感じですね。そっから、まあ、その悪魔ゲームに参加して、まあ、動機は何だろう、お父さんの、死の真相を知るためですかね。なんか動機がどういう感じかなと。最初は確か会社に悪魔ゲームの元々のプレイヤーが乗り込んできて、はいはい、そこで急に対戦を仕掛けられて
わけもわからないまま悪魔ゲームが始まるっていう感じですね。なるほど。なんか知覚的なものっていうのはやっぱ必要ですか、はい、なんか悪魔との契約するのかな。そう、なんか鍵を持っているみたいな感じですね。その鍵があったらなんか悪魔を召喚できてゲームを仕掛けれるみたいな。はいはい、なるほど。で、その、まあ、なんだろう。まあ、ゲームだから、まあ、勝ち負けあると思うんですけど、やっぱ負けたら、どうなりますかね。まあ、大役の。自分の言うことを何でも一つ聞かせれるみたいな感じでしたね。あ、なるほど。そういう感じか。はい、そうなんですよ。だから、まあ、相手を死亡させようと思ったら死亡させれるんですけど。まあね。主人公は結構平和主義者みたいな感じなんで、まあ、逆に、そういうところから人望が集まって自分に勝負を挑んできた人も仲間にしてしまうみたいな感じですね。やっぱチーム戦とかもあります？そうですね、チーム戦とかもあって、かつてのめちゃくちゃ頭のいい敵とかも自分の味方になって協力してまた最大の敵に立ち向かっていくみたいなところもありますね。あ、いいっすね。熱いっすね。やっぱあそういうの、あ、何巻あります？それ、これも確か20巻ぐらい出ていてもう完結しているんですけど。あ、そうなんだ。はい、なんでも面白いってなって一気に読んでいけますね。あ、それいいっすね。ちょっと探して、はい、読んでみよう。ちょっとお試しで読んで、まあ、ハマれば一気にバーって読もうかな。そうです、ぜひぜひ。あのブラッディ・マンディとかの、はい、確か原作者さんか作画担当してる方が書いてる漫画なのでめちゃくちゃ面白いですね。最後に言ったカモネギでしたね。カモのネギには毒がある。はい、毒がある、はい。これは恋愛心理学を用いた頭脳戦ですか、これは。あ、カモのネギには毒があるの方は、経済学を用いた感じの話になっているんですけど、はいはい。これはあの、ダイヤーゲームとか、ワンナウツとかで有名な、甲斐谷先生が書いている漫画で。あ、ワンナウツ大好き。あ、大好きですか。はい、で、原作の方が、正直不動産っていう漫画を書いている夏原さんが、夏原先生が書いて担当してる漫画なんですけど、はいはい、経済学っていうことがあって、結構その利用者に対して不当にお金を請求している、詐欺している会社があるんですけど、はいはい、そういう会社を経済学のすごい賢い先生が経済学を使って、なるほど、懲らしめていくっていう感じです。懲らしめていくみたいな感じです。あ、なるほど。じゃあ爽快感があるんだ。あ、そうです。爽快感がありますね。タイムリーな話だったら、最近だとコロナの給付金とかが会社に対してあったと思うんですけど、はいはい、それを不当に搾取している人たちを経済学を使って懲らしめたりとか、あとはネズミ講っていうんですかね、自社の製品を売ってる方に買わして、でその商品を新しい方に買わして、上の下がどんどん大きくなっていってお金を稼ぐみたいな、あ、ありますよね、マルチ商法みたいな。あ、そうそうそう、それそれもあの上の人がもうめちゃくちゃすごい人なんですけど、そこのマルチ商法の傘下に入って下からどんどん食い潰していって上の人を潰すみたいな感じかもしれますね。うわ、すごいっすね。なんか勉強になりそうっすね。そうなんですよ、読んでると人はどういうことを考えて行動するのかっていうところとかも分かるので。あ、もう心理学だ、大好きだそういうのね。そうなんです、もう人付き合いとかにも活かしていけますね。現在今何巻ぐらい出てます？これは確か4巻か5巻ぐらいまで出てましたね。お、じゃあすぐ追いつきやすいですね。です、もうすぐあっという間に追いつきます。あっという間、確かに1日でパッていきますね。1日で、はい。面白いんで、これもどんどん読めちゃいますね。でもね、確かね、どっかのね、YouTube でチラッとね、見たことあるんだよな。あ、そうなんですか。そうそうそう、なんか、こういうのを懲らしめていくんだ、みたいな感じで、みたいな感じでちょっと思ってたんですけど、面白そうだな。じゃ続いて、ちなみに、まあ、漫画はそうなんですけど、アニメとかは見ますか？はい、そうですね、アニメは。昔より見る機会は減ったんですけど、サブスクとかで気になったやつを見ていますね。はい、例えば今期で言ったら、原作はあの未読なので内容とかは分かってないんですけど、ゾンビになるまでにしたい100のことだったり、はいはい、ダークギャザリングっていうのが気になってますね。そんなに数は見てない感じかな。本当 さっきも言ったけども、はい、ちょっと、まあ、どっちかというと漫画派みたいな。そうですね、漫画を読んでるものがアニメ化しているっていうことが結構最近は増えてきたので、まあ、それを見るって感じですかね。そうですね、原作未読でちょっと気になったやつを見るっていう感じになってきました。あ、じゃ あの原作は読んでるけど、まあアニメは手は出さない感じかな、その原作読んでるやつは。そうですね、ちょっと自分の中のイメージと作画と声がマッチしなかったりすることがあるので。ですよね、まあそういうのありますよね。はい、ちょっと1話見て、あーちょっとってなったら敬遠してしまったりはありますね。そうですよね、原作が先だとそういうね、あれが起きちゃいますよね、はい、あるある。原作未読のやつを
見てしまうっていう傾向にあります。じゃあその原作未読で、まあ、アニメからまあその原作の方に飛ぶっていう、はい、あそうですそれもパターンになりますかね。最近はそういうのありました？そうですね、最近というとかなり前になってしまうんですけど、ブラッククローバーとかもアニメを見てハマったので、あーなるほど、その時で多分10巻超えるぐらいの漫画が出てたんですけど、それを大人買いとかはしましたね、はいはい、なるほど。ブラッククローバーいいっすよね。あれまだ確か連載してるんだっけな、はい、そうですね、連載中で今35巻か6巻ぐらいまで出てましたね。めちゃめちゃ出てますよね。いやーいいっすよね。ブラッククローバーちょっとアニメも漫画もちょっと読んでないんですけど、なんか王道っていうのはちょっとなんか聞いてるんですよ。王道魔法バトルものだったかな。そうですね、なんかナルトに近いイメージかもしれないです。ナルトの魔法の魔法もの、ナルトの魔法もの、ナルトでいうホカゲみたいなものがこの世界にはあって、魔法帝っていう存在がいるんですけど、あ本当になんかホカゲみたいな感じか。そうなんですよこの、ま、クローバー王国っていう王国の中であの一番強い魔法使いみたいな感じなんですけど、はいはいはい、そこを天才の魔法使いの男の子と魔法が使えない男の子2人がお互いライバル関係で高め合って、どっちが魔法帝になるのかっていう話です。魔法が使えないんじゃ、えどういうこと、魔法使えないのにその、はい、魔法使いの中のトップを目指すんだ。そうなんですよ、その自分になんか魔法の本みたいなのが与えられるんですけど、はいはい、ライバルの男の子はなんかクローバーのマークが4つあったらすごい強い本みたいなんですけど、はいはい、クローバーにかけてるの。あそうなんですよ、四つ葉のクローバーの方をもらったのに対して、魔法使えない主人公の方は前代未聞の5つの葉っぱのクローバーの本が出てきて、5つ、あそのクローバーが1個もないんじゃなくて、はい、葉っぱが5つあるんだ。そうなんですよ、でそこの本の中からすごい錆びた感じの古びた剣が出てきて、はいはい、実はその剣はアンチ魔法の剣剣で、相手が使う魔法を打ち消すことができるんですよ。 あなるほどね、その剣を使ってまあなんだろう、なぎ倒していくって感じか。そうです、なぎ倒していくみたいな。なるほどね、ああそういう感じか。そうなんで、なんでもう己の肉体だけを頼りに魔法使いを己の肉体なるほどね、そのアンチ魔法の剣を使ってちょっとドヤ顔してる、まあ、魔法を使う人たちを、はい、まあ、ジャイアントキリングしていく感じか。そうですね、ジャイアントキリングしていく感じです。いやーいいっすね、まあ、アニメもねもうすごくやってるからなかなか、はい、あの入りづらくて、漫画もねすごく出てるからちょっと手出してなかったんですけど、はい、そうです、もう35巻って聞くとちょっと読むの敬遠しちゃいますよね。ですよね、もうなんか完結が近いとは聞いてるんですけど、そういう感じ、もう最終章的な感じですかね。あそうですね、今最終章に入っていて、やっぱそっか、はい、もう主人公とかもめちゃくちゃ強くなっていますね今はそうなんだね、ジャンプも今なかなかこう看板がちょっと物足りないなっていう感じがあるので、それでこうね人気なブラッククローバーとか抜けたら結構やばいんじゃないかなって、はい、まあ、ちょっとジャンプもちょこちょこ読んでるんですけど、あそうですね、ジャンプとかも結構面白いなって思ったやつが打ち切りでどんどんなくなっていったりとかがありますもんね。ジャンプはちょっと厳しいもんね、そのハードルが、視聴者のアンケートが、まあ、全てですよね。ここら辺があるからちょっとなんかもう最初からいきなりガツンといかないとなかなか難しいですよね。これからっていうところで、あらってな、そうなっちゃう、あらってなります、俺たちの冒険はまだ続くみたいな感じになる。そう、いきなりね打ち切りで、はい、ああ参ったって感じになりますよね。いやー、まあ、ジャンプで、はい、なんか、今、ハマってるのとかあります？今は、二つあるんですけど、はい。一つは、坂本デイズっていう漫画で。ああ、俺も大好き。あ、めちゃくちゃかっこいいですよね。めちゃくちゃ面白い。やっぱ、アクションバトルものが、やっぱ一番好きなジャンルなんですよ、漫画で。面白いですもんね。読みやすいですし。そう、爽快感ある。文字数も少ないですしね。文字数少ないし、なんかね、バトルがすごい派手派手ですもんね。そうですね、もう、見開きのページ使って、バーンみたいな感じ。そう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 、そうそう、ドカーンみたいなね。ドカーンみたいな。いやいや、お前らの体何でできてんだよってぐらい、その強いっすよね。めちゃくちゃ強いっす。安西先生みたいな、フォルムに惹かれましたね、最初は。そうですよね、何この安西先生みたいな。え、これ殺し屋なんだみたいなね。そうですね、人殺せれんやって思いました。おお、なんかやっぱジャンプあるあるものでさ、その最初はちょっとなんかギャグチックでこうスタートしていくんだけど、なんか途中からやっぱりゴリゴリのなんかバトルものになってますよねそうですねもう一つ挙げたアンデッドアンラックもそんな感じですね。
あ、アンデッドアンラック、なんか、次アニメやるやつだったかな、確か。そうなんですよ。確かもう10月ぐらいでしたかに。そうだそうだ。アニメが放送だったと思います。そうだそうだ。漫画ちょっと読んでないんだけど、そのアニメ見ようかなと思ってますね。あ、はい、あ本当ですか。これはもう多分、1話目衝撃を受けると思います。お、多分、ジャンプ史上、初と言っていいぐらい下半身が露出した回数が多いですよ。そうなんだ。下半身が露出するんだ。すげえ、なんか。またさっきみたいな、めちゃくちゃバトルものの展開になってきます。なるほど。もうバトルものだからね、ちょっとね、注目していきたいっす。アンデッド・アンラックっていう名前から、ちょっとわかるかもしれないんですけど、はい、世の中の断りを否定する能力なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。アンデッドなんで、あの死なないから死なない能力を持っていたり、あ、そうそう、それは聞いてた。なんか不死身なんだなっていうのは、はい、なんか PV 見て思ったんですけど、あ、そうなんです。そうそうそう。もうその例は傷をつけたらその傷が治らないアンリペアっていう能力があったりとか、あ、複数持ってんだ能力。能力は一人につき一つなんですけど、あ、そうなんだ。世の中の断りを否定しているんで否定者って呼ばれている集団があるんですけど、はいはいはい。その集団がいくつかあって、それぞれあの自分たちの思惑があってぶつかっていくみたいな感じですね。あー、もうシンプルでいいですね。はい。で、ちょっとネタバレになってしまうんであんまり言えないんですけど、はいはい。そのうちの主人公の所属する、まあ、ユニオンっていう、まあ、ギルドみたいな感じか。ギルドみたいな、はい、そういう、そこが実は目指していたものとかが結構衝撃的ですね。あ、そのギルドがなんかここを目指してますよっていうのがあるんだ、はい、目標が。ある目的があって、そのために戦っていたっていう、ね。なるほど。あ、いいですね。なんか面白そう。これも確か次に来る漫画大賞でコミックス部門で1位とか取っていた漫画なんで、はい、めちゃくちゃ面白いですね。ああ、じゃあちょっとね、アニメでバズってほしいっすね。そうですね。ただちょっとこんなこと言うのは失礼かもしれないんですけど、はい、1巻から15巻まではチュートリアルみたいな感じです。長チュートリアル長長いっすね。そこから15巻の途中からめちゃくちゃ激アツ展開が来て、大器晩成型の漫画みたいなイメージです。ああ、でも、ね、軍用割拠のジャンプでそこまでね、関数出せるのもまずすごいから。まずすごい、そこが。で、その15巻でね、パーンって跳ねるのもすごいですよね。そうなんです。これちょっと個人的な意見になっちゃうんですけど、本当に15巻以降からの面白さの加速度が群を抜いてすごいですね。一体何があったのやらって感じですね、15巻で。言いたくて仕方ないんですけど、ちょっとこれはまだアニメ化も控えてるんで、ぜひ、まあ、確かにね。確かめてほしいですね。ですよね。はい、あ、15巻まで多分アニメ作られないですよね。長いっすよね、15巻つったら。そうですね。はい、何クールやるのか分かんないですけど、多分2クール、まあ4クール必要ぐらいか、15巻で。そうです。24まで2クールあったらいけるかなって感じ、ね。ああ、なるほど。そうですよね。はい。いやー、ちょっと頑張ってほしいな。もう人気があれば、どんどん行ってくれると思うんで。じゃあ、まあ質問も終わってしまったということで、いやー、もう結構ね、すごく語りましたということで、はい、すごくね、楽しかったです。はい。ありがとうございます。僕もめちゃくちゃ楽しかったです。ぜひね、まあなんかまたね、コラボちょっとお願いするかもしれませんけど、はい、この時はまたよろしくお願いいたします。はい、こちらこそぜひよろしくお願いします。はい、ということで動画は以上となります。レイ太郎さんのね、チャンネルは下の概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、ついでにね、俺のチャンネルもぜひチャンネル登録お願いいたします。ツイッターもやってますので、フォローもしていただけると、すごくね、励みになりますので、まあ、これからもね、アニメや漫画に関しての動画もアップしていきますので、また次回の動画でお会いしましょう。ということで、おっつおっつ、バイバイ。